フラフラしよったら、うん、こいつに投票して勝っちゃったけど、うん、責任取れんだろみたいな、うん、っていうことが、まあ、国政もですし、うん、地方の政治でも大にしてあるんですね、うん、なのでこう軸を芯を持った政治家っていうのが、うん、選挙妨害、はい、これどうやって対策すればいいんですかね。石丸さん自身もまずご経験されたことある？いえ、ないですか？あのようなものはなかったです、でも議会ではめちゃくちゃ妨害されてる有権者が見たときにやっぱ政治家に仕事してほしいと、うんうんうん、仕事ができる政治家のなんかこう見抜き方はどうすればいいんですか。例えばそれはそういうストーリーを持ってればいいのか。でも多分じゃあお二人はね仕事ができる政治家だと思うんで、それ私ねこれずっと言ってるんですけど、議員の時からずっと言ってるんですけど、何でもいいからそのプロフェッショナルとしてその政治の世界に突然来るのはダメで、その前にちゃんとプロフェッショナルとして大変なことも含めて乗り越えたことも含めて自分はこれができるんだっていう武器を持って政治にならない、来なきゃダメだって私は思ってるんです。それです。自己弁護なんですけど、そうですか。だからやっぱりちゃんと自分でだから、まあ、それ悪いとは言えないけど、とにかく突然政治だけは政治にゴーって入ってくる方、私はそれはちょっとダメだと思っていて、なぜならばだってその政治家になった時点ではみんな政治家なわけじゃないですか、はいはい、その中で自分は他の人はできないよ、あれ他の人よりも優れてこのができますっていうのを絶対武器を持ってなきゃダメよ、なるほど。それはやっぱりあった方がいいですね。もちろん、だってそこでじゃ何するのって感じじゃないですか、なんかそのやっぱりただこう有権者から見るとですよ、これもう一個突っ込むと、もう本当に政治しかやってませんみたいな人ももちろんいますけど、そうじゃない人の方がやっぱ多いじゃないですか、それこそ看護師やってましたとか何かしらのその領域はありますよね。だからそういう人はいっぱいいるんです。でもその中でもやっぱり良し悪しあるじゃないですか。例えばお二人がその政治家としてお仕事をされている中でやっぱりここの判断は人によって違うなとか、これによってやっぱり有権者のためになるならないって変わるなっていう部分ってあると思うんですけど、はい、そこを分けるのは何なんですかね。例えば市長としてもね、ご決断されることって多いと思うんですけど、はい、そこを分ける部分って何ですかね。政治家として個人的には、さっき豊田さんの話にもちょっと出てきたんですけど、芯という言葉なんです。軸があるかないかっていうのは大事じゃないか。でそれがないと選挙で何かの弾み、組織の力で通ったとしても、後で有権者が困ると思うんですよ、要はフラフラしよったら、こいつに投票して勝っちゃったけど、責任取れんだろみたいな、っていうことが、まあ、国政もですし、地方の政治でも大にしてあるんですね、なのでこう軸を芯を持った政治家っていうのがやっぱり本来は評価されるべきなのかなと。それを評価する方法がすごい難しいと思います。結局私本当ずっとこれある問題として、私ずっと言ってるんですけど、日本ってね、政治家になる、ちょっと与党の話なんだけど、なった後にその閣僚になるっていう、こう入り口から出口まで全部ブラックボックスなのよ。つまりいい政治家って言った時に、指針なく国家国民のために、命をかけてみたいなありますけど、じゃそれって具体的にどういう人っていうのがすごい難しいわけですよ。でそれは選挙の時だけではなくて、だからそれはやっぱり本当にだからそこをちゃんとしないからグダグダになっていくんだと思いますよ、日本の政治は。でそのじゃあ例えばですけど、私はねやっぱりいろんな分野がやっぱりありますけど、まず絶対なんか多分大事なのは、目の前の、問題点を理解して分析して判断するっていう力は絶対必要ですね。であとはそのそれぞれのもちろん専門の分野はそれぞれあるんだけど、なんて言ったらいいんだろう、やっぱわけわかんない人に判断されたら日本国大変じゃないですか。そうですね、それは本当に有権者もそう思ってると思います、でもそれはえらい多いですよえらいたくさん。いやなるほど。でもその芯があるかどうかをやっぱり見抜かなきゃいけないわけですね、有権者もね。でそのやっぱり一つの機会が討論会なのかなと、あとやっぱりその方のそこまで生きてきた時間で何をしてこられたかじゃないですか、そこにやっぱり説得力があるかどうかですね、時間とエネルギーをご自身の数十年の人生の中で何をされてきましたかっていう結果としてね、それはファクトとしてあるんで、でもやはりその中身を見極める際に、出たとこ勝負でどれぐらい
対応できるかって大事だと思うんですよ、うん、要は自分で考えてない人間って臨機応変に対応できないんですよね、うんうんうん、なのでそれがなんかもっと選挙の中でもこうつまびらかにされたらいいかなと、うん、これは有権者の立場でもだからそう選挙の期間だけだと短いから、うん、本当はね、うん、本当はそれがちゃんと普段の活動の中から伝わる、うんうんうん、仕組みが一番いいんですよ、うんうんうん、だってビジレイクはいくらでも並ぶわけじゃないですか、ね、それであの現職はもっと活動を公開された方がいいですね、うんうん、何をやったのかやってないのか、あとさらに言うとさ、そのやっぱこうあのさっき話してましたけど駅立ちとかお祭りとか、はい、そういうのに行かなきゃいけないんだけど、私も言ってましたけど、うん、それがじゃあ地元とか国民のためになってるかというとなってないので、その、候補者を評価する国民の方の基準が、今そっちに寄っちゃってるので、祭りに来てくれたから、そう、それも確かに大事なんですけど、うん、確かにその近い場所に行ってお話聞くっていうのは、うん、大事で私もやっていたけれども、うん、それだけじゃダメじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱりその、ね、その根本的にそれを評価する候補者とか議員を評価する基準を国民に、有権者の側の方も、変わっていくっていうことが必要だと思います。なるほど、はい、選挙妨害、はい、これどうやって対策すればいいんですかね。石丸さん自身もまずご経験されたことある？いえ、ないですか？あのようなものはなかったです、まあ、でも議会ではめちゃくちゃ妨害されてますでもあれも全く問題がなくて、なぜならばシステムの上で成り立ってんで、ルールに基づいてるんで、なるほど、あれは全く実は問題ない、あ、そうなんですね、民主主義の一つの結末に過ぎない。なるほど。で今回の例で言うと犯罪行為、まあ、それに並ぶものですよね、うん、で先ほど豊田さんおっしゃった、うん、もう身体接触が明らかにダメでしょ、それこそなんかセクハラの、ね、うん、線引きも別に触らんでええでしょっていうのがあるじゃないですか、うんうん、はい、でそういう運用の面でまず見直すのは小さい変化でできると思いますし、うんうんうん、やっぱり性善説に基づいて、さっき豊田さんおっしゃったすれ違う時にね、マイクの音量を下げてお互いをね、ここを励ますというかね、一声かけるっていうのはお互いまともな人で成り立っているので、あの寛容のパラドックスとも言われますけど、寛容であろうとしたら最後不寛容なやつに全部駆逐されちゃうんですよ。だからあれはさっきおっしゃった通り、許したらあれが全部最後勝っちゃうかもしれないですね。なのでそこは不寛容に徹底的に厳しくコントロールする。でこれはもうちょっと現実味ないんですけど、制度でもう区切ったいんだと思います。もう選挙区はダメ、全員ダメと、はいはい、で公の僕が大好きな討論会で全部そこに集約させるとかです、もうここ安全を確保した上で、うん、これでみんなジャッジしてね、ネットであったりライブですね、うん、っていう風にやる。ただこれはルールの改正が必要なので、まともな陣営と陣営で話し合いをして、うん、あの例えば場所とか時間も被らないようにとか調整するわけだから、うん、まさに市長がおっしゃったこっちの人がわけわかんなくて不寛容だと、話し合いにもならないわけじゃないですか、うん、負けちゃう。だからこうどうやってこの人たちの動きを封じるかは結構大事 で、ね、日常普通だったらその何か喋ってる時に喋ったって別に何の罪もなんないけど、選挙は別じゃないですか、うん、その喋ってるのを見てもらうことが大事だし、あともう一個言うと、そうやって揉めてるのを多分有権者の人は見た時に、うん、こっちの人だけがすごい悪くてもなんか両方のイメージが悪くなって、なんかダメージしかなくてかわいそうですよね、うん、でもう一個の解決策としては、うん、あのこれまあ希望的観測かもしれないんですが、うん、淘汰されると思います。それこそ迷惑系 YouTuber がそうであるように、うんうん、やはり犯罪行為それに並ぶことだったら、うん、社外から罰せられますよ、うんうん、で今回収益目的であれ回したとしても、うんうんうん、それあの YouTuber からバンクだって収益化もできないですし、うんうん、でもう二度と使えないですよね、あの戦略、うんうん、っていうので、でやられたんですか今回は。いや、まだ多分バンバンされてないんですよね。でもそうしないと続くし、あともう一個あの迷惑系 YouTuber の人たちは、あれ刑法犯でだから捕まったわけですよ、うん、結局、うん、あのいくつ、ね、ちょっと前ニュースになったやつは、はいはい、あの民事も刑事もそうですけど、迷惑毀損もそうだし、はい、結局おとり捜査みたいのをやるってことなので、うんうん、私人逮捕っていうのはそれそういうことじゃないよってことになって話が整理できて、捕まったので、それで終わるわけじゃないです か、うんうん、だかやっぱり公権力のなんか適切な介入が必要かなと、うんうん、あとはやっぱりその YouTube を使えないとか、うん、で、まあ、これが最初で最後になってほしいなとは思います、ね、むしろなんかこれいいやんかってね、みんながやり始めたらよっしゃこれいけるぞってなったら、総選挙なんて総選挙だったら大変ですよねいやそうですね。でも確かに先ほどで現場からお話聞いたときに、やっぱり一つ重要な話として、その目的というか、こう本人、現場でやってる本人、妨害をしている本人とはさらに裏に多分その仕掛けてる人がいると、で要はその選挙の今の制度っていうのは、みんなある程度立候補して、その真面目にやっぱり選挙を戦いたい、受かりたいという
そういう前提で制度設計されてるのに、そうじゃないと、それこそ例えばビジネスにしたいとか PR したいとか、そういう別の意図でこう入ってくる候補者とか陣営が出てくると、ちょっとこの制度自体がこう成り立たなくなっちゃいますよね。それがやっぱネットとかがこう出てきてることによって、やっぱりよりなんていうか別の意図を持ったこのやっぱり活動っていうのがしやすくなってる可能性はありますよね。このあたりはちょっとね、ぜひね、こうやっぱりこう最終的には何かしら今回の件をきっかけにちょっと結論を出してほしいなと思うんですけども。選挙区だけに配信するバナー広告と YouTube 広告、よろしくお願いします。一二太郎です。よろしくお願いします。一二太郎です。なんだか最近の人ってスマホばかり見て全然受け取ってくんない。お？なんだこれ。スマホ世代の有権者に思いを伝えるなら、コネクタのバナー広告と YouTube 広告。コネクタのウェブ広告は政治家専用で、1000件を超える実績があります。公職選挙法のチェックも万全ですので安全安心。配信する地域が選べるので抜群のコストパフォーマンスで有権者に届きます。累計1000件以上政治家のネット広告を運用して違反ゼロ。政治家専門チームによるバナーの作成、動画の撮影や編集もお任せください。政治家専用のウェブ広告始めてみませんか。